京都府の与謝野町と宮津市にまたがる阿蘇海。ここは日本三景の一つ、天の橋立によって宮津湾から仕切られた内海。そんな美しい阿蘇海を次の世代に継承していくため、与謝野町と宮津市では2016年4月から条例を制定し取り組みを進めている。その一環が阿蘇海を体感して見つめ直す日として定めた阿蘇海の日。2018年は7月14日が阿蘇海の日。シーカヤックやサップを利用した阿蘇海の周遊体験が行われた。自然と触れ合うということが楽しいということを思っていただくことが重要かなと思います。それを一つの契機にしながら、この自然を将来にわたって守り育んでいきたいという思いを多くの人たちと共有できると、非常に有意義な日になるのではないかと思います。右左っていうのが今まで逆にそんなになかったので、参加させてもらってすごい綺麗だし良いところだなとは思いました。さらに午後からは地元の小学校の児童たちが阿蘇海での取り組みの発表を行った。児童は総合学習の時間に身近な阿蘇海をテーマに環境について学んでいる。そしてその成果として、阿蘇海にいるエイやサケなどの生き物、水質、問題点などを発表した。自分たちの地域の海は自分たちで綺麗にしていきたい。この他にも過去には地元の住民を招いた汽船での阿蘇海周遊体験会なども実施。こういった取り組みが実を結び、生き物の生態系に悪影響を与えるという増殖したカキを取り除くカキ殻クリーン大作戦などの動きも出てきた。地元の海のことをまずは自分たちで体験、学習して知る。それが海全体を守ることの第一歩になるはず。